暗号通貨ニュースでございます。今日はですね、コイン月光というところからメールが来てるんで、こちらの方を読まさせていただきます。まあ英語なんで、これ Google 翻訳かけてみましょうか。ちょっとデコボコしますけどもね、週末はどうでしたかということでメッセージいただいております。そして、皆さん気になるところなんですけども、ビットコインは、BTC ですね、これは過去数日間好調でしたが、現在はマイナーな価格修正が行われています。まあ価格が下がったよってことです。1月8日に史上最高値の 41.9K ドルですね、これだから日本円で言うと420-430万円に達した後、熊が引き始め、要するに大物投資家が引き始めて、 BTC の価格は1万ドル近く下落し、今も下落がちょっとね、進んでるところですね。 BTC がピークに達したわずか数日後に 32.8K ドルが最低価格になりましたということで、330万から40万ぐらいになったってことですよね。まあこの辺で一旦落ち着くんじゃないかなと思いますね。そして、まあ押し目を追ってまた400ドルに向かうんじゃないかなという期待をもとに買いを集めるんですけど、そこまで、戻らずに、うん、戻り高値、そうですね、半値戻しぐらいじゃないかなと思うんですけどもね、大規模な BTC 保有者が突然の予期しない価格下落の原因であるため、要するにビットコインをたくさん持ってる人が撤退したってことですよね。より安いレートでより多くの BTC を購入できるとの推測がありますということなんで、これは BTC をこれからも買いましょうというふうにね、結局は進めてるってことですよね。今日のニュースでは、暗号ユーザーが彼の BTC の大部分を回収し、 EOS の CTO が辞任し、バーの所有者が自分のレストランを暗号通貨で販売したいと考えていますと。ちょっとデコボコしてるでしょ。読むっていうのはね、リード読んでくださいってことが書いてあるわけなんですけども、クイマーケットキャップの方を見てみましょう。まあ、ビットコインね、35,916 ドル、イーサリウムがちょっと値段下がったけども、まあ堅調ではありますよね。XRP はだいぶ値段が下がりまして、もう一歩だったんですけどね、私の平均取得単価まで、その他以下のようになってます。カルダナもここに来てね、ちょっと値段が下がってるのかなと残念なところでございますけども、まあでも、日本円でいうと32円ぐらいかなというところがあります。 BTC はね、まだまだでもいけるんじゃないですか。350万ぐらいでしょ今、ADA はもう一回読み込んでみると 26.5 円、ADA ね。で XRP はついに20円台になったのかな、30円切っちゃいましたね。だからどうするってことなんですけどね、だからどうします。結局はね、こういう情報がいくら流れてきても、まああんまりね気にするなってことなんですけどね、私に言わせれば。こうやって価格ってのは上がったり下がったりするもんですし、ある程度含み益が出た人が決済するのはそれは当たり前ですからね。で BTC をこう400万までなったってことは、確かに200万とか300万で買った人がいるってことなんですよ。その方たちは目標利益を達成したんで販売して値段が下がると、そういう動きは当たり前だと思いますし、例えばこれがですね、 BTC を2万円とか3万円とか10万円で買った人って今売ってますかね。まあ売ってる方もいると思いますけども、結局持ってるんじゃないですか。だってあんまり変わんないですからね、10万円から考えてくると、値段が350万だろうが420万だろうが大きな含み益であることに変わらないんで、それはまだまだ期待を持って持ってるんじゃないですか。ちょっと前までですよ、今年中にビットコインは500万いくんじゃないか1000万いくんじゃないかみたいなね、情報がどんどん飛び交ってきて、この情報のいかにね無責任なことかってことですよね。今はビットコイン暴落どうなるみたいなね、そういう風な感じでしょ。まあ一喜一憂しないことですよね。ただ YouTube でアクセス集めたいなと思う人は、そういうふうに、多くの方が気になっていることをどんどんね動画で上げてくるのは、これは市場原理なんで別に仕方がないかなと。煽るでも煽らないでもなくて、そういうことに煽られる人がいると思えば、そういうふうなねアクセスを取りに来るのは、まあ YouTuber ならずともアフィリエーターだったら当たり前のことですからね。まあ各位、私もその一人かなと思いますけども、私はこういうふうに冷静にメールを読んで自分なりの感想を言って終わりですから、こうなるぞああなるぞっていうのはね、まだ分かりませんからね、投資ですから。はい、じゃあいってらっしゃい。